T 子だよ、ノクターン。あ、T 先輩です。ノクターン。先越された。準備に手間取ってたから、先に挨拶しちゃった。あは。ぐ。今回は地下墓地の探索です。装備は相変わらずの感じ。しばらく変わり映えはないね。まずはケルベロスと戦いましょう。地上にいるので、レイピアの必殺技が有効と思いがちですが、案外炎に邪魔されてしまうので、タイミングが難しいです。そうか。こんな感じで。なので理想は上に吐かせつつ、その隙に攻撃すること。これでも食らうか。ギリギリの距離を見極めなければなりません。まあ武器が強いので倒せちゃいますけど。聖水だとかなり楽だよね。武器縛りをしなければなんてことないですね。さて、ケルベロスを見てると見せかけて、実はずっと石像を見ていたわけですが。あれを見てたの？今回のプレイはかなり久々です。そうなんだ。前回から1ヶ月近く空いてます。それはひどいね。私のプレイスタイルだとよくあるのですが、そのせいでいつも下るのが難点です。もともとそんなに上手くないのにね。さらに下手になっているわけなのです。本来、青カードの順番でしたが、回数が多いため1回飛ばして、緑カードの出番となりました。そうね。プレイの順番はやはり青からだったので、私的には少し前後しているというか、変な感じではありますね。そうなっちゃうのか。プレイへの影響としては、ここは青で見せたからいいか、と思ってセリフを飛ばしたりだとか、動きを省略してる場面が少しだけあります。まあ見てて気づかないレベルと思いますけども。もし気づいてしまったらごめんなさいね。そんなレベルのを気づいたら逆にすごいよ。そうですね。こちらを進むと暗闇エリアですが、やはり行かないことにしました。なんで？エコーがあるので行ってもいいのですが、せっかくならスパイクブレーカーも色縛りとして、装備できないくくりに入れようかな、と。確かにピンクっぽい色だけど、一応必須装備じゃない。まあバグに近い裏技を使うことで、使わなくても進めますからね。今までもやってたけど。お嫌いですか？色縛りを貫く意味ではいいと思うけど。あまり真似してほしい方法じゃないかな。まあ正規の方法じゃありませんからね。皆さんはできればちゃんと、エコーを使ってスパイクブレーカーを取って、先に進んでくださいね。そういう風に設計されてるからね。私はその方が好きかな。いやー、おっしゃる通りで。それが正しい形ですよ。助けてー。炎の海。さて、突如思い立ったのですが、ここでチャクラムマラソンをすることにしました。チャクラム、緑だったか。レイピアみたいに緑っぽい武器ですね。ちょっと変わった武器なので、面白いと思いますよ。レアリングなしでマラソンね。ちょっと頑張ってみます。戦い方は今の感じでいいな。で、さっきの話ですが、結局アルカラードでは、スパイクブレーカーを使わずに進もうと思ってます。いいと思うよ。色縛り的にはその方がいいよね。ご理解ありがとうございます。スピード重視とかではなく、隅々まで探索するような時は、ちゃんと取って進めるようにしますね。ジュエルソードだ。これもレアの一つですが、アルカラードでは使えないです。いやーって。ノもうライブやっている気がしてます。うお、出てた。闇のせいで見えないのよね。嬉しい。あ、まあ緑かな。こうすると遠くまで飛ばせます。そして2発まで連射できるので、かなり優秀ですよ。歩きながらも攻撃できるのよね。そうなんです。これはバルマンウェと同じ利点ですね。で、両手に装備してもいいですし、今みたいに違う武器と装備してもいい。ほぼ同時に攻撃を出すことで、瞬間的にすごい火力を出せますね。ポイントがすごいね。まあ必殺技と同時には出せないのですが、投げている間に剣を振ることはできるので、特にここのボス、レギオン相手にはいいかも。巨大な敵にはいいかもね。リーチがあるし。なんか一気に強くなれた気がします。炎消しにも役立ってそうね。貫通するのがまたいいんですよね。じゃあレイピアだけだと正直不安だった。レギオン戦になだれ込みましょう。そういう意味でもチャクラムを狙ったのね。まあ今気づきましたが、絶対便利です。こうやって奥まで届きますから。もう剥がれた。しかも死体の処理まで簡単です。ほんとね。ここで遠くに飛ばす技が生きてきます。一気になぎ倒してる。もうコアが出ましたよ。空中なので必殺技は当てられませんが、チャクラムとのコンボで十分な火力ですね。あらー、よかったー。もっと苦労すると思ってたから安心しました。チャクラムで大正解ね。苦労して取ってよかった。奥にあるものは意味ないのでトンボ返りです。さて、一応便利なパワーミストは取ってマリアに指輪をもらいに行きます。つい先日、これを赤が取って喜んでましたね。何その上から目線。アルカラードの中でもカーストはあるのです。マジかよ。いやー、チャクラムがあると道中が楽。歩いているだけで倒せてたね。さあ、じゃあ裏技を使わせてもらいますよ。ここがむずい。もう必ず食らうという。ここの休憩ポイントがいやらしい。普通はここから進めないからね。扉が開けられませんからね。マリア、その悲しそうなのやめてよ。 PS 版とは違って PS4 版ではマリアとも戦うことになりますからね。あまり気を許してはいられないのです。そうか、戦うんだっけ。じゃあ今回はマリアを倒して終わりにしましょうか。一応セーブだけはしておこう。まさか戦うことになるとはな。最初はびっくりしたよね。驚きましたよ。こんちはぐはいきなりだな。こっちだって同じようなチャクラムがある。確かに似てた。本気モードか。いまいちまだパターンを把握してませんが。強いな。やばいよ。ちょっと制限が長すぎませんか？全然攻撃が当たらない。うわ、もうやばいわ。もうダメかと思った。さすがね。これならきっと。お願い、リヒターを助けてあげて。その保証はできん。だが、必ず止めてみせる。それも仕方ないことね。そうだ、これを持って行って。これは身につけていれば邪悪な幻を見破ることができるはずよ。そうか。では奴が死なずに済むよう祈っているがいい。何やってるの？何がワンよ。いやー、まさかあんな色だとは。そのままやられればよかったのよ。5年前のマリアからは想像できないな。まったくふざけて。さて、じゃあ今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。最後ごめんね。後でやっとくから。何を？まあ次回をお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。